うち初めて使った、あ、こんな風になっちゃったすげえけど、あれナンバーファンだ、おいしゃ、必殺きたー、おい、ジョセンジ、なんでジョセンジ、はい、さて続きやっていくか、ここでセーブします。今からセーブというね、あ、外伝じゃないんだ、外伝かと思った、あ、前回ね、あのアイテム屋とね武器屋があったんでね、でそちらでちょっと補充しようかなと思ってます。はい、で一応整理したんですけど、こちらの秘伝の書、建て替えの技を伝えるその書、まあドーピングみたいな感じですね。このドーピング系は、積んだら使おうかなと思ってます。まあ、それ以外は使わない方向でいきたいと思ってます。導きの指輪って何なんだろう、よっしゃ、やっていこう。胸にわだかる不安を抱えエリカ兄のもとへセフィー町を抜け、ついに敵国であるグランド本国アーシオコンに、ここは先は紛れもなく敵地、グランド家と無用な国を立てるためにエリカたちはダメ。第6章増案のドローボン、まあもういいや、もういいや、ウィッグウィッグエリクの家突き止めたと、あは、セレフェイユの町から逃亡する王子の後を部下に突きました。間もなくエリクたちはここへやっております。待ち伏せの手はずは万全、逃げようはありません、袋の寝国というわけです。なっは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 、抜かりはありませんって無理するがいい。ここはどこにも逃げ場がない。近いですよ。あの二人を助けなければ。あ、望む、あ、恨むならエリックを恨むのだな。いや、ダメか。泣け、泣けで。そういうところはあるな。私たち大丈夫。大丈夫。きっと助けてくれる。なあ、見てくれよ。この力こぶ。父ちゃんや他のやつだって負けないから。俺はこの時の間に。強くなったんだ。これで俺も一人前の選手だぜ。え？うわ。力強く、海を得意としてる。
戦士がいいな。下の方が絶対よく見えるよ。えい。おい、ジョブチェンジ。なんで急にジョブチェンジになったの。うえー。おお、結構わかんない。うえー、指定関係のダメですか。結局誰も何もしないと思うんですけど。何も動けんし、もう戻るしかないと思うんですけど。まあいい、まあいい、まあいい。これはね、全部終わった後にやるっていうのが基本だ。そうなんか、敵は分かるんだね。そう、Z をこれ、ぶっ込むか。こういう時にね、馬系が、ちょっと分かるかな。で、あ、これ、選択できるの？初めて使った。あ、こんな風になってんだ。あ、知らんやった。だっけ俺負けたんや。あ、キリンところってこういうやつやったんか。結局ぶっ飛ばさな。どっちだろ、助けないといけない。トーチャーとか誰か。あ、トーチャー欲しいな。下の方に。うえー、いいじゃん。ベネッタの下がね、あんま強くない。トーチ使えなかった。俺、あれだったな。昔トーチ一緒に使ってねえわ。お父さん殺した気がするわ。お父さん殺した気がするわ。うわ、強くなったな。フランス強いぞ。行け、ゼト。お前がナンバーワンだ。行け。俺、超上がってるからね。基本的にこういうのしたくなかったんだけど、まさかトーチがね、こういう能力ってのは知らなかったんだ。こればっかりはしょうがない。あいつは助けに行かなきゃね。よーし、もう一回トーチや。トーチ使えないの。トーチ早くしろ。ファイヤー、まさしくファイヤーだね。おお、敵に出てきたな。結構近いな。いや、Z だ、瞬殺だな。ミニー、おいしょ、必殺きた。来た、ベネッタ。全然入れねえじゃん。やばいな。うわー、どうすんだ。お前、これはないわ。これはないわ。ギリギリ全員攻撃できんじゃん。あ、ちょっとまずいぞ、これ。
はい、いいね、おいちゃんとかいいね、はい、はい、オッケー、
いじゃん。やり行くけい。朝だった。いや、ここで一回終了しよう。あー、ちょっと死んじゃったけどまあいいや。いや、今回は死に会、いや、死に会もね、ずっとね、まあ毎回毎回勝つっていうのもね、あんま良くないから、ちょっとね、ブアネッツァをね、ブアネッツァちょっと強くさせないといけないな。 あとトーチをね、昔俺使ってなかったんだよな。のか、トーチがあったんか、バカだね俺バカだね。じゃあトーチどんどん使っていこう、うん、どんどんトーチ使っていこうということでね、次回は、トーチをこいつとナターシャとモルダにね、ちゃんと持たせようかなと思ってます。まあ次回は、6話はちょこっと見して、もう次7話に行こうと思います。ではここまでご視聴ありがとうございました。次回の動画もよろしくお願いします。じゃあねー、ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで、今後もよろしくお願いします。じゃあねー。